ターワールドチャンネル。12月11日時刻は5時を回りました。今週も聞きに来てくれはってほんまお気に。パーソナリティは私佐藤梨央と三津戸恵里、ズームでラジオを進めさせていただきます。本日もぜひ5時56分までお付き合いください。はい、ここからの提供はナイトエンターテインメントのスターワールド株式会社、サンミュージックの提供でお送りさせていただきます。 FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらでもお楽しみください。今週もコメント早速ありがとうございます。武蔵さん、カップボーイさん、こんばんは。こんばんはですね。ね、さっきツイキャスがね、入り直しということで、武蔵さん2回コメント打ってくれて、はい、ありがとうございます。ありがたいですけども、今日ちょっと私は京都にいまして、はい、京都市の城陽市、はい、城陽市の京都府立木津川運動公園のゴリゴリの丘というところからちょっと配信させていただいてまして、はい、ちょっと先に紹介させていただきたいなと思うんですけども、はい、副園長の、はい、副園長の日本柳と言います。皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。いや本当にこの後ろがこう芝生の、ちょっとね、今夕焼けでちょっと暗いかもしれないけど、芝生の公園になっていまして、はい、もう誰もが遊びに来れて、ボール遊びとかもいろいろできるんですけど、はい、なんか公園の良さとかなんかで、ね、やっぱり言っていただいた芝生が、100メートル四方ぐらいあるので、子供たちが走っても走っても、まだまだ芝生っていう感じで、でふかふかなので、ちっちゃな子供たちがこけても何しても、もう元気いっぱい遊び回るっていうのが、安心ですね。なるほど、安心な魅力で、私もね、えりちゃんも京都出身なので、そうなんですよ。城陽市は身近な存在。ちっちゃい時からね、ちっちゃい時からよくね、アルプラザに行ってました。めちゃめちゃ地元なんです。身近な、そう、地元なんですけど、あれですよね、来週何かこうイベントがあるという。毎週いろんなものをやってるんですけども、さっき、出てきた芝生のところ で、今度13日の月曜日の日に、朝から幼児プレイパークっていうのをします。で、まあ、学校のある時間なので、学校幼稚園行ってない子たちが対象なんですけど、ちょうどこのゴリゴリの丘には森があって、そこから切ってきた木を使って、こういうような、木を切ってきて、でこの天然木を使って積み木作りをしようかなって。いいですね。自然のものを使って。もうお母さんたちに自分たちで、サンドペーパーで磨いてもらう。なるほど。で、自分の子供だけのおもちゃを、手作りのおもちゃ、いいですね。取り組み。そうなんです。ちょうど年末なので、うちの公園には棚田もあって、はい、そこで、明日ちょうどこの、棚田で取ったもち米で餅つきするんですけど、餅つきがあるみたいな。先ほどそういうの準備もしてたんですけど、月曜日はその藁を使ってこんな感じで、見えますかね、こんな感じで、しめ縄を作ろうと思います。しめ縄の由来のちゃんと代々もありますし、裏白もあって、南天もあって、結構本格的なものになるんですけど、当日来てくださったら誰でも作っていただくことができて、よかったら来てください。ね、城陽市の、ね、方だったらすぐ来れると思う。そうですね。遊びに行ってほしいなと。はい、思うんですけど、もう一方ゲストの方を紹介させていただきたいと思います。はい、サンミュージック所属お笑い芸人マシュマロマンさんです。ではね、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、マシュマロマンのベーナベです。よろしくお願いします。お願いします。マシュマロマンのシアター中道と言います。よろしくお願いします。シアター中道さん、お願いします。はい。シアター中光さんはシアターさんと呼ばせて
いただけますね本日。あ、全然 OK です。ベナベさんと。はい。どっちで呼んだらいいかな。一番、いつも仲間なんですよ。まさかのそっちで。お二人のプロフィールをいただいて、あの、はい、そこからいろいろ調べさせていただくんですけど、毎週、はい、お二人はあの SNS も YouTube もされてないんですよね。ご存知ですね。はい、で、で他の方のそのツイッターからそのお二人がされてないっていう情報を知って、まあ、なかなか今のご時世この SNS をやられてないっていうのは珍しいなと思ったので、はい、なんか聞いてみたかったんですけど、どういうふうに自分たちの情報を配信されてあるんかなっていうのをなんか聞いてみたいなって思ったんですけど、なんかコツとかあるんですか？そういうことですよね。まあまあ年も年なんでね、言ってもあんま発信するものあんまないかな。例えば年なんでちょっとやり方が分かんないっていう。なるほど。なるほど。いや、なんかすごいやってほしいなっていう気持ちが、なんかね、そこから情報を飛べるからやってほしいなって思ってたんで。こういう告知もやった方がいいですもんね。またほんと。いや。はい。でも今日はちょっときあのプロフィールしかあのもらってないので、ちょっと気になることもいろいろありますので、後半ちょっといろいろ聞かせていただきたいなと思いつつ、前半はあの、はい、エリちゃんなんですけど、エリちゃんの先週ね、はい、お休みだったから、その11月末にほら名前表記が変わるっていうことでね、あの12月の頭に報告するということだったんですけど、はい、できてないんでね、ちょっと今日は来てもらいつつ、はい、あとはコーナーに入っていただけたらなと思います。はいはい、ありがとうございます。そうなんですよ、先月ですね、私12月頭1日からの名前の表記を変えさせていただくっていうご報告をさせていただいたんですけども、まあ、本当にあの表記が変わっただけで3つとエリっていう名前は変わらないんですけど、あのエリがひらがなになりました。なんかカタカナになるんじゃないかとかね、いろんなね、あの、いらなこと、英語ちゃん、言っていただいた、英語になるんじゃないかとか言われてたんですけど、エリだけがひらがなで3つとエリっていう名前に変わりました。はい、そうなんですよ。名前がね変わるだけでも結構ね、あの大きな、自分の中だけですけど大きな変化と言いますか、まあ、イメージもちょっとひらがなと感じてちょっと変わる、ね、ま、丸くなったか、そうなんです。あのそう、ちょっとね、あの漢字の時はちょっとあのなんていうんですか、一匹狼みたいな感じのちょっとね強めの名前かなっていう感じだったんですけど、うん、まあエリーをひらがなにしたことによってちょっとでもね、あの丸い感じになればいいなっていうのもありまして、はい、変えさせていただいたんですけど、なのでね、まあ名前を変えて新たな気持ちで頑張っていきたいなと、スタート、新たなスタートということでね、やっていきたいかなと思っております。はい、はい、でですね、ちょうどその、うん、私のツイッターとかもし見てくださってる方とかがいらっしゃったらあれなんですけど、同じ1日の日にですね、うん、あの映画の告知をさせていただいて、情報解禁がありまして、映画を、はい、の告知をねさせていただいてるんですけど、うん、そちらのお話を今日ちょっとラジオでもしていきたいなっていうのを、はい、思っております。はい、そうなんです、私映画を作りまして、まあ、作りましてって言ったらちょっと違うんですけど、自分たちで、そうなんです、自分たちで仲間を集めて、同じ役者だったりスタッフさんで、今までお世話になったスタッフさんだったりとかにお声掛けさせていただいて、あのもう映画を作ろうっていう形になりまして、もう本当にこのコロナ禍になってからですね、まあお仕事とか結構なくなっちゃうこと皆さんそうだと思うんですけど多くって、でまあそれで映画を、まあ、映画を見る、私見るの大好きなので映画を毎日見てたんですけど、そんな中で結構、あ、もうこうなってきたら自分で作ってみたいなみたいな気持ちが芽生えてきまして、はい、まあ、ずっとねどこかしらでこう映画作りたい、自分で好きなもの作りたいっていうのは結構あったんですけど、まあ、きっかけがなかなかこう作れなくて、でこのコロナ禍になってこう同じような思いをしてる仲間だったりとか役者の仲間だったりとかいう人たちが多かったので、まあ、その人たちにも声かけて、
まあ、映画を作ろうっていうので実際作ったんですね。うーん、はい、でその情報解禁が12月1日で、なるほど、はい、でまだねチラシとかはできてないので、これ今後ねこの、はい、私のコーナーでちょっといろいろ告知とかさせていただけたらなと思ってるんですけど、うん、そうなんです、あのキャストの方とかにもし出ていただけたらなと思ってるんですけどね。はい、そうなんです。であのコメント来てますよ、映画って沖縄でも見れるようになる、いずれはなると思います。あ、なるほど。一応来年東京の方で映画劇場で公開するっていうのを目標に今やってまして、うんうんうん、まあ、その後ですね、いろいろ展開していけたらなとは思ってるんですけど、なので、まあ、ちょっと映画ってね作ってから公開するのに結構時間があるんですよね。私これ撮ったのが11月とか10月、うん、11月ぐらいで撮ってるんですけど、うんうん、もう公開するのが来年の秋とかになっちゃうので、まあ、準備期間も含めてなんですけど、うん、ちょっとね先の話にはなっちゃうんですけど、で、うん、今あの映画のタイトルが、うん、ただひたすら君に恋した僕の青春っていう映画になってるんですね、うんうん、女子高生の役を私はエミちゃん女子高生の役、はい、はいちょっとね、あのもう年齢あまり公開してないんですけど、ね、このラジオ最初から聞いてくださってる方はね、私の年齢も知ってると思う、うん、知ってる方もいらっしゃるので、うん、あのちょっとコスプレになっちゃうんですけど、これは見なかな、はい、女子高生、現役の女子高生に負けないように、はい、女子高生やらせていただいて、それはですね、うん、その映画のクラウドファンディングとかも結構今始めたりとかして、まあそのなんていうの、クラウドファンディング私初めてやったんで、うん、ちょっとよく分かってなかったんですけど、でもあの、うん、機械演技なんでねよく分かってなかったんですけど、はい、そう、それであのクラウドファンディングさせていただいて、あの、うん、いろんな方にね協力していただいて応援っていう形でしていただいて、うん、あのなんていうんですか、クラウドファンディングで投稿こうしてくださって応援してくださった方とかでは、一番上の人だとあの、うん、なんだっけな、アソシエイトプロデューサーとしてプロデューサーになれたりだったりとか、ああなるほど、そうなんですよ、プロデューサーとかってそうなれないじゃないですか、うん、まあ、そういういろんなものがあったりとか、そういう新しいね、なんかこうやったことないことにたくさん挑戦していて、で私この映画でもポスターがもらえるとか、なんかなんかチラッと見させてもらったチラシだったりポスターだったり、うん、台本だったりね写真だったりとか、いろいろプレゼントがそのランクによって変わってくるんですけど、なるほど、はい、なんでね、まあ、そういうのも全部私ツイッターとかにこうちょこちょことね、うん、あの告知させていただいてるんで、よかったら、うん、ツイッターの方も覗いていただけたらなとは思うんですけど、うん、なんでこのコーナーで私ちょっとずつですね、あの小出しにいろいろ出させていただけたらなと思っておりますので、うん、今後もよろしくお願いします、はいはい、先週も急遽撮影が入ったのもまた違 違うんですけど、なるほど、そうなんですよ、ちょっとずつ忙しく、忙しくはないんですけど、いいことよ、はい、いいことよ、はい、呼んでいただけたりだったりとかして、うん、いやでも、はい、先週は本当にあの一瞬一人の時があって、あ、そうなんですか、オープニングの後、うん、うん、そう、もうちょっと怖かった本当に、そう、電波とかがねこうあるから配信って電波がね悪くなったらもう一人で喋り続けなきゃいけない、はい、そう、ね、無言になっちゃいけないし、まあ、山内さんとかなっちゃんが、はい、はい、助けてくれたんで大丈夫だったんですけどもう、はい、もうあまり休まないでねと助けてねと思いながら、そうですね、はい、まあ、で今後もね頑張っていきたいなとは思っているんですけど、はい、そういう感じでですかね。今あのちょっと私ね今時間が見れてなくて、今何時ですか？あ、なるほど、任せて、はい、はい、今14分です今日はちゃんと持ってきてるんで、あ、ちょっとねタイムがねちょっと取れてないので、はい、まあ、ペラペラ喋ってますけど、はい、はい、そうなんです。あ、ひふみさん、そうです、告知、そう、あのね、いろんな人呼びたいなっていうのをすごい思ってるんですよね、一緒に作った仲間だったりとか、うん、本当に一から集めて一から作ってるので、私も制作部と俳優部と衣装部とを、ね、うん、あの並行して掛け持ちしてやって、はい、やった作品なので、うん、そう、楽しみにしていただけたらなと思うんですけどね、うん、はい、
制服姿もね見れるから、これはそうなんですね。で、楽しみな方いっぱい。最初の方にこのなんだっけ、スターワールドチャンネルに出てくださってた、ゲストで出てくださった女性の私のお友達の役者さんでっていう紹介させて、影山ひろみさんっていう方も出てるんですよね、その映画に。あ、なるほど、はい、なのでね、まあ、そういったことでまたキャストの皆さんだったりスタッフの皆さんだったりね、読んでやれたらなと思っております。はい、あ、このタイムでかっちゃんさんが来てくださいましたね。あ、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんちょい。大子さん、大子さん、 JK 最高、ありがとうございます。ちゃんとね、 JK に慣れてるのかどうかもで、鑑定してみないとちょっと私もわからないんですけど。大丈夫、大丈夫よ、大丈夫。一番不安でしたけどね。そうなんですよ。あ、そう、タイトルね、そうなんです。ただひたすら君に恋した僕の青春。まあ、青春映画なのか何なのか見ていただいてのお楽しみになるんですけどね。はい、楽しみやな。来年、はい、来年公開していくので、はい、徐々に徐々に、はい、やっていきたいなと思っております。はい、はい、今日はここまでにしておきますね。了解です。はい、ではね、今日はFM ギノワンさんの情報も一つちょっと報告させていただきたいんですけど、12月25日の土曜日に年末の大イベントで、クリスマスなのに24時間ラジオをされるみたいなんですね。はい、で、12月25日は土曜日で、土曜日ということは、このスターワールドチャンネルも放送日ということで、はい、山内さんからスペシャル的な企画しませんかというお声掛け、はい、まあね、特番ということ自体がもう初めての経験なので、うん、何をしていいのかが、うん、よく分かっていない状態なんですけど、一応今夏に1回サンタクロースがスタバルドチャンネル遊びに来てくれたと思うんですけど、はいはいはい、ちょっとまあお手紙いたしまして、冬お忙しの中、はい、もう来てくれるかなと、うん、思いつつも、あとはスターワールドでちょっと花火イベントをまだね、完全には決まってはないんですけど、うん、できたら多分ここの会場で今日いるこの常陽市の、はいはいはい、木津川運動公園の方でちょっと上がるイベントがクリスマスにやる予定なので、うん、まあ、それもね含めてこうスペシャルなラジオにできるんじゃないかなと、うん、思っているので、はい、そうですね。サンタさん、うん、一番忙しい時間じゃないですか。そう、忙しい時期なんですけど、はい、来てくれるかはちょっとね、わからないんですけど、ね、一応手紙は、はいはい、出しながら。でね、24時間番組ということはね、フィームギノワンのスタッフの方にもね、ちょっと、スタワールチャンネルにゲストで、ちょっと ね、一緒に参加していただけると嬉しいなと思っていますので、うん、あと2週間後ですかね、ちょっとね、はい、この内容もお楽しみにということで、うん、ちょっと次は、ちょっとクイズ、はい、先週、はい、ちょっと都道府県クイズをね、ちょっと毎週させていただいてるんですけども、うん、今日もちょっと、あ、なんかサンタクロースの、さっきのあれなんですけど、サンタクロースのギャラが、50万円らしいんで、エリちゃんに請求した方がいいかなっていう、なんか横から声がなんか払えないんですよ、払えないの、そんな稼いでないんですよ。その時はお願いしますね。いやいや、無理無理、お断りさせていただきます。お断りさせられました。はいはい、ということでちょっと都道府県クイズをしたいなと思うんですけど、はいはい、今週ゲストのマシュマロマンさん、お二人の出身地が、はい、ベーナベさんは東京で、はい、シアター中本さんは鹿児島で、スターワールドチャンネルはちょっと沖縄で放送してますので、はい、沖縄で、私たちは出身が京都なので、京都の4つの中からちょっとクイズ私用意してきましたので、はい、ちょっと皆さんでやりたいなと思ってます。はい、で一応 3択で用意してきましたので、はい、一緒に参加していただけたらなと思いますので、はいはい、何にしようかな。では最初に京都のクイズから行こうかなと思います。はい、はい、日本柳さんに絶対簡単なクイズだと思うので、最後に答えていただきたいなと思います。はい、大丈夫です。はい、では問題を言います。はい、千枚漬けとは何を使った漬物でしょうかという問題です。千枚漬け。はい
はい、千枚漬けとは何を使った漬物でしょうか。はい、漬物なんですけども、1、カブ、2、ナス、3、レンコンの中からこう選んでいただきたいんですけども、千枚漬け美味しいですもんね。千枚漬け美味しいです。私作ったことあります。すごい。お家でなんかすごいな。お家で作りました。千枚っていうのは缶の千枚なのか、洗う線なのか。数の線の方です。数の線の方です。はい、はい、じゃあでは番号で表してほしいです。これはマシュマロマンのお二人には何番ですね。はい、3番。何番どうでしょう。シアターさんは何番ですか。1番ですね。1番と3番。はい、はい、ではちょっと日本柳さんも多分答えを言ってもらおうかなと思います。間違いなく合う。間違えてたらめっちゃ面白い。答えは京都の京都、3人とも京都なんで、はい、答えはね、答えは1番です。1番のカブ。はい、カブです。カブです。はい、まあ名前の由来としては薄く切ったカブを樽で漬け込む際に株の枚数が1000枚以上になることからついたと言われております。はい、なんで株です。はい、では2問目はちょっと鹿児島のクイズを出したいと思いますので、シアターさんに最後答えを答えていただこうかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。鹿児島は方言のクイズを出したいと思います。ちょっと発音は、はい、イントネーションはちょっとわからないんですけど、ヤゼロシカ。ヤゼロシカ。ヤゼロシカ。どういう、ヤゼロシカとはどういう意味でしょうかということで。ヤゼロシカ。1番、何してるんだ。2番、めんどくさいな。3番、うるさいな。の、どれかを。ちなみにシアターさんに、はい、本当の訛りでやってもらうってできないですか。本当の訛りで。やじろしか。やじろしか。やじろしか。なんだろう。感情にヒントがあると思うんで、ちょっと僕変なポーズやるんで、それに対してちょっと言ってね。それが合ってるかわかんない。やりました。決めポーズじゃないですか。ちょっと疑問が。やりました。やりました。わかりました。これ2番。2番。ベーナベさんは2番。はい、今のめんどくさいなって感じ。めんどくさいな。じゃあエリちゃんは、1番で。1番の何してるんだ。はい。また1番で。2番。じゃあ日本柳さんは。私も1番。1番。1番が一番多いですね。はい。うるさいなは。シアターさん、答えをお願いします。答えはまさかの3番ですね。はい、そうです。3番なんだ。うるさいな、うるさいなだったよ。かっちゃんも1番にしてましたね。分からなかったですね。みんな私も正解できなかった。意外ですね。まさかの、うん、なんですけど、はい。では3問目いきたいと思います。うん、3問目は東京のクイズいきたいと思います。はい。はい。どうしようかな。どっちにしよう。東京の両立国技館、はい、相撲のあるとこですね、うん、の地下は、ある食品の製造工場になっていますが、何を作っているでしょうかという問題なんですけども、1番、パン。2番、納豆。3番、焼き鳥。その何だろう。パン。そうです。
私もこの問題見たときびっくりしました。その地下で出身の人はもう、もう間違いないなく分かってる、分かってない常識ですか。ベーナベさんは絶対に分かっている問題なんですよ。なるほど。なんで最後に答えとして言っていただきたいと思いますので。なんだろう、なんだろうか。はい、じゃあエリちゃんから。なんだろう、なんかこれはお土産にもなるみたいですね。このなんかお土産の定番、国技館のお土産ってことですか。はい、なんかその見に行った方の定番に、うん、定番お土産だったり、わかんない、全然わかんない。地下のものだっていうことで、あの東京駅とかにも売っているみたいです。全然わかんないですけど、わかんないですけど、販売になりますチラッと3番。え、エリちゃん、あ、いやいや、ないないですか、ないですか。今チラッとなんか答え言ってた。私嘘、え、聞こえ、聞き逃しちゃった。お土産のパンって言ってた。パンなんですか。いや、わかんないですよ、まだ。はい、まあ、エリちゃん3で、3番ね、エリちゃん3番ね。はい、じゃあ、はい、日本柳さんは何番にしますか。パン、納豆、焼き鳥。お土産でってなると珍しいので2番って書いてあるかな。2番、納豆、はい、3番、2番。じゃあシアターさんは何番にされますか。なんか一番普通の残しちゃダメじゃないですか。納豆とかいうパターンで。じゃあ一番に変えましょうか。でもいいですよ、納豆ですよ。これじゃあパンでパンでパンでパン。じゃあ1番2番3番ということで分かれましたね。はい、コメントはね、カープボーイさんは焼き鳥、あっちゃんさんは納豆はお土産ない、3番焼き鳥。あ、焼き鳥の意見が多いですね。お、仲間が。はい、ベーナベスさん答えの方をお願いします。正解はですね、4番の白髪ネギ。ボケんだよ。ないですね。ベーナベさんもしかしたら知らないパターンかもしれない。ベーナベさんには何が見えてるのでしょうか。ここ1番ですか。違います。お、違います。答えは3番の焼き鳥。おー、やったー。焼き鳥です。はい、これは本当にあのお土産の、相撲観戦の音もお土産の定番となっていて、この国技館焼き鳥はあの東京駅や限定であの上野駅などでも限定発売されているみたいなので、はい、観光の際ね、ちょっと買ってみてはいかがでしょうかということで、はい、今日は都道府県クイズちょっとここまでにさせていただきたいなと思うんですけど、はい、全問正解された方はいないかな。いない。見たらなんかもしれないですね。うん、ラジオの向こう側ではされた方もいるかもしれない、うん、なかなかすごいなと、うん、そうですね。はい、はい、ではここでちょっと CM に入ろうと思いますので、はい、柳さん、あの、はい、ここまでの出演となりますのでありがとうございます。ファンがいっぱいです。マネージャーちょっとつけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。リオさん、カープボーイさんが演技担ぎで鳥は手をつくことがないから、うん、だから焼き鳥だそうですよ。へえー、そういう由来も。お相撲だからね、手をつかないでっていうね。ああ、そういうことか。面白いですね。勉強になるな。うんうん、いや本当にこのクイズをこう、まあ、探したりしてる時にもなんか、うん、勉強になるなと思いながら。そうですね、うんうん、ゲストの方がいろんな出身地でもあるから。うん、うん、あ、後半からのこちらのスターワールドの社長である上村社長もちょっと登場しますので、はい、お願いします。ゲストの、あのファンクラブ。頑張ってます。はい、ありがとうございます。三作ロートのギャラ払ってくるって。払えない。お断りされてました。払いたいですよ。払いたい、払いたい。めちゃめちゃ気持ちでは払いたいですけど、うん、現実払えないです。現実払えない。
リコを呼ぶとかなんか言ってる。呼びたいですよ。うん、来てくれるならば。やっぱギャラいるんですか、その子供たちの夢のね、夢を与えるための。やっぱ私はほら、あの違いますよ、ちゃんと手紙で、あの今年の25日、手紙なんか届かない。スターワールドチャンネルもありますんで、ぜひ夏ちょっと季節外れに来ていただいたんで、ちょっと 冬に来ていただきたいなっていうことをね、あのもうあの書かせていただいて、ちょっと送らせてもらったんですけど、どうなる。スターワールドチャンネル。ではここからはあの本日ゲストのマシュマロマンさんにいくつか質問したいなと思うんですけど、その前にあのちょっと途中参加の上村社長も後半はちょっと入っていきますので、よろしくお願いします。お願いします。ということで、ちょっといくつかちょっと質問させていただこうかなと思うんですけど、お二人はあの結成されたきっかけ、あのどちらから声とかけられたのかなっていうのをちょっと教えてほしいなと思います。オークシアターの方から全体にオファーしてコンビを組んだのが、まあ、きっかけですね。きっかけですか。今コンビとしてはもう何年目になられるんですか。コンビは大体2017年の2月14日に結成したんです。バレンタインバレンじゃないですか。なんでバレンタインの日になったの。覚えやすい。コンビ歴は4年目ぐらいだ。血液型は？血液型あすぐね、あのゲストの方の血液型をね。A 型と B 型ですね。B 型か。いいじゃないですか別に。面白い B 映画を見つける。あ、そうです。後で。後でこれね。そうですよね。そう聞きたいなと思ったのね、このシアターさんにこのおすすめの面白い B 級映画をなんか、鹿児島だった、この前も鹿児島出身の人いたね、いましたね、検察官の息子さん。ぐちゃぐちゃになってますね、これ聞いてもいいですか、この B 級映画知りたいです。そうです。B 級映画知りたいですか。知りたいです。お母さんの趣味、あのね、ミスター結構ね、映画好きなの。そうなんです。最初 B 級映画大好きです。はい。じゃあ、深い方がいいですか。深い方がいい。誰も知らないような深い B 級映画の方がいいですか。あ、教えてほしいです。ドロドロのやつが好きなの。ドロドロっていうか、まあ、映画は大好きですよね、なんでも。はい。じゃあ、もう本当、多分そう思うんですけど、彼女はパートタイムトラベラーっていう映画。なんだろう、言って知らない、私。知らないの。知ってるんですか。知らないの。彼女。それってどこで見えるの。これは僕は DVD 持ってるんで、DVD では。あ、じゃああれじゃないですか。スタヤ。ゲオとか行ったら借りれるんじゃないですか。どういうジャンルの。どういうテーマですか。まあ一応。なんかタイムトラベルっぽいけど、まあ人間ドラマの方がちょっと強めな。何時間ぐらい？何時間？90分ぐらいで終わる映画です。ああ、見やすいですね、その長さだったら。なるほど。エリちゃんメモってるやん。見なきゃ。そうなんですよ。何？この映画のどこが魅力的？印象に残る。この映画、その作ったその、なんていうか、おっさんが実際になんか新聞かなんかの広告に、一緒にタイムトラベルしませんかって書いてあって、いくつかその、あの命の保証はしません的なことが書いてあって、そこから構想を得て作った映画。へー、面白い。その知識だけ見て作ったね、中身は全く作り物なんですけど、
それロンドンバスのやつじゃない？ロンドンバスの映画じゃない？いいちゃんが作った映画じゃないかしら。私が出てたやつ。あとベーナベさんにも聞きたいなと思ってたんですけど、うん、ちょっと他の方の YouTube で見て、うん、ベーナベさんはお笑い養成所に10年間通われていたという、はい、情報を、はい、得たんですけど、そう10年在籍してたからこそ1年ではなんかこの分からない、なんか自分が学べたなというこの10年、うんうんうん、10年通ってこう一番こう学べたなと思うことは何なのか、ちょっと、はい、1年ではちょっと気づけなかったような。10年って節目でもあったね、うん、だから10年やったら一つの区切りになるから、うん、10年続けたってすごいな、すごい、そのプロだ。養成所になかなかいない。養成所ってやっぱり ネタ見せがあるじゃないですか、ネタ見せ、はいはい、ネタ見せをして講師の方からダメ出しをもらうんですよ、うん、やっぱりいればいるほど刺激になるのか。そうですね、うん、何肩代わりに答えちゃってるんですか。ベナベさんから聞きたかったです。他の人のダメ出しも見れるわけです。あ、はいはいはい、いろんな人見えてこないものも見えてくるんですね。見えてこないものも見ろ。ちょっと一発やって。一発やって。10年10年の引き上げたの。この後ありますけどね。この後ネタ披露していただくかなと思ってます。そうなんですよ。この後ネタで、うん、漫才やるんですけど、やらせて、うん、いくぞ。10年か。養成所10年っていうのをちょっとネタの中で、うん、あ、なるほど。面白そう。あ、じゃあもうネタ行きましょうか。もうネタ見せてもらいましょう、はい、じゃあいいですか、ちょっとネタ見せていただいて。あ、勉強やっちゃった。はい、はい、ではお二人お願いします。お願いします。はい、どうもシアター中道と養成所の先輩ベーナベ兄さんでマシュマロマンです。よろしくお願いします。兄さん、ちょっとそのポーズ何なんですか。中道くんね、はい、お笑い養成所、はい、普通は1年で卒業なんだけどさ、まあ、ほとんどの芸人さん1年いきますもんね。僕何年で卒業したか知ってるよね。僕は知ってますよ、皆さんに教えてあげてください。10年だね。これ本当ですからね。僕の知ってる限り世界記録保持者です。まあそうなんですね。はい、だからあらゆるポーズを試してきて一番受けたのがこれです。なるほど。ちょっとまだね、僕後輩なんで良さが分かんないんですけど、それより話聞いてもらっていいですか。どうした中道くん。いや、僕最近ダイエットしようと思ってるんですよね。転がして、転がして、他の話題に転がしてくれかな。え、何がダメですか。中道くんね、はい、お客さんは嘘くさい話より現実的な話に食いつくもんだからね。え、嘘くさかったですか。まあね、先輩が言うんだったらね、話題変えた方がいいんでしょうね。変えた方がいいね。はい、伊達に3576時間レッスン受けてないからね。あ、さすがは兄さん。レッスン時間だけは全芸人の中でトップクラスですからね。じゃあ話題変えます。僕最近食べ放題行こうと思ってるんですよ。転がして。またですか。ダイエットしたいと思ってた人間が食べ放題に行こうと思ってる、その時点で矛盾するからどっちか嘘ということになるよね。あ、すみませんでした。食べ放題は嘘です。よく気づきましたよね。まあね、伊達に衛生脱毛症になるまで講師からダメ出してもらってないよ。養成所10年の重みが違う。てかそれ何回やるんすか。これ気にしないで、保険だから。さすがにさ、抜き毛はあっても抜け目はないみたいな感じなんでしょうね。うん、話題変えようか。そうしましょう。あ、僕映画が大好きなんですよ。まあシアター中道っていう芸名にするくらいだから、まあ嘘ではないね。話進みそうですね。で、僕特にゾンビ映画が大好きなんですけど。転がして。またですか。シンプルに話題がつまんないね。ちょいくらなんでも判断早すぎませんか。中道くんね、はい、今の話題でお客さんの笑いのツボが刺激されてるビジョンが見えてこなかったね。いや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 、いくらなんでもお客さんの笑いのツボまではわかんないですよね。中道くんね、はい、マッサージ歴10年の指圧師の腕、どうなると思う。それいろんなツボ知り尽くしてるんじゃないですかね。それね、はい、だから養成所歴10年の僕はあらゆる笑いのツボ
こう熟知していくと思うね。ああそれも本当すいません。僕にはね到底理解できないラド理論ですけどね。じゃあ逆にどういう話題がいいんですか。まあそうだね、大体のお客さんはね人の不幸話が大好物だね。なるほど、その観点はなかったや。さすが兄さんですね。まあね、伊達に養成所10年間分のレッスン料700万払ってないよ。さすがに。不幸話ですよね。まあまあ、ほんと最近の話なんですけど、朝起きたら骨折してるんじゃないかってぐらい足痛くて、歩くだけで激痛走ったんすよ。いいの持ってんじゃない。これですか。そういうのもね続けて。で、病院で検査してもらったら痛風でした。じゃあダイエットしないとダメじゃないか。この後走ってないよ。急に怒りました。どうもありがとうございました。本当すいません。本当すいませんね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや現実的な何力もということも知れてね、うん、10年そうですね、遠景が病床になるまでって聞いたらね。それでさ、ファンミュージックの養成所にあったの。そうですね。すごいな。ファンミュージックの社長のなんかこれぐらいっていうのは700万払ったねえ。10年はすごい。社長に誘われるの。社長に誘われる。じゃあ岡副社長とかも知ってる。もう岡副社長とか力さん、うん、もう知ってる。知ってるよね。もう10年ですからね。講師でいましたから。講師、講師さん、そりゃそうです。すごい。俺も講師しようかな。何百万いやー、面白い。ネタ作りはどちらが担当されてたりとかあるんですか。やっぱ一緒にこう、たまたま僕が基本作って、担当赤水がちょっとおかしいところを調整する。あ、なるほど。早く M1 とかどんどん出て上にツンツン上がってきてほしい。まあまあ、なんか続きもっと聞きたい。あ、そっか。構成上ネタってなんか芸人さんとか裏方さんは、あの笑ってくれるんですけど、ちょっと伝わりづらいっていう。ああ確かに共感がね難しいかもしれない。そうなんだっていうことです。あの養成所の先生をけなす人間になってほしい。ネタいろんな人いますもんね。お前の方が面白い。いろんな人いらっしゃるから。この生徒の方からで10年経ってるから多分ここやってる。そういうのもありそうね。お前の方が面白くねえよってやってみろ。俺10年いくんだ。何万払っていくんだお前。強いですからね。そらね。3年のね、講師とか。だから講師っていっぱいいるんでしょ。ね、講師っていっぱいいるんですよね。これ何かいますね。ね、うん、あ、じゃあ、ね、じゃあ講師より長いですよ。ベーさんの方が先輩な可能性もできる。これほら、講師がこうあのちゃんと講習してる時に遅れて入っていく。おー、ごめんよ。そういうネタとかね。俺の席ここ作ってネタ作る。そういうネタも面白いかもしれないですね。お前誰だ。いや、10年いるから。ただちょっとビクビクしながらいかん状況に。世の中お笑いのためにある人はお笑いでずっといるから、うん、さんま先生なんかすごいよ。はい、新幹線の中でもギャグしてた。あ、なんか前 TikTok になんか上がってましたね。お笑いは仕事じゃない、はい、もうあの趣味でやるの、普段から、うん、だから講師にごめんよとかでボーンと座って、あー、うんちが長かったと言えるぐらいのこう伸び方がいいなと思うな、俺。やめさせる。そうになったら俺に言ってきて。俺は、僕が謝るから。僕が言いましたって言ってくれる。罰金は3つ払うから。いや、なんでですか。もう全部お金じゃないですか。古いです、古いです。稼ぎまくってるから。そうね、貧乏ね、今仕事がね、どんどん。貧乏暇なしで。映画は出るわね。2本も3本も出るわね。自分でも作るわ。本当に何もお金はない。自分で映画も作るんです。
ですよ。今度あの見てあげたんですよ。はい。シアターさん。来年のね。うん、来年ちょっと水着姿もある。いや水着はないですよ。ないです。制服制服なんです。はい。はい。はい、ではあのすいませんちょっと話しとりましたが、うん、お二人あの告知などありましたらちょっと宣伝お願いしたいなと思うんですけども。はいはい、そうですね。まあ事務所ライブがあるのでそれの水曜日木曜日ね。火水木の。火水木か。第2週の火水木っていうので、うんうん、はい。いろんなあの有名な芸人さんも出てるので、うん、ぜひお願いします。はい。マシュマロマンって、クリスマスの日って何なの？12月25日。なんか。12月の25日って何やってんの？まだ。で予定空いてる芸人さんもいるっていうことですね。なるほどね。いや質問しといてどこうなるやめてもらっていいですか。はい、では事務所ライブもあるということなので、はい、はい、では皆さんねちょっと検索しめにね、はい、はい、していただきながら、はい。ちなみにミストは何してんの？今この日はまた東京にいる。東京にいます。12月の25日はまだ実家には東京に戻ってきてないかな。うん、ちょっと帰るかどうかがわからないんですけど。帰ってきたらいいのね。ここなら京都で花火。京都で花火をね、なんかさっき聞いたんで、はい、うん、決まりそう。そう、今日決まった。そうなんですか、ね、はい、そうです。このタイミングでやれるか。はい、ね、確かにね、ちょっとね、あれ、はい、一旦 CM 行きますか。そうですね、はい、一旦 CM 行きましょう。うまいな。はい。そうこうじゃ。はい。CM お願いします。はい、ありがとうございます。これももらっていいですか。はい、はい、CM の後はあの大喜利に入りますので、はい、マシュマロマンさん、なんか何個でもいくつでも答えてほしいので、思いついたらもうどんどん答えてほしいです。わ、はいはい、かりました。あと、多分ツイキャスでも多分答えていただけたら嬉しいなと。うん、いや、なんかクリスマスの日に24時間やって。そう。でミスは24時間ずっとで違います。FM ギノワンさんがこのラジオ番組を24時間次の日にまたいでされる、すごいですね。そう、すごい企画だなと思いながら、なんかそれだと映画流してくれたら。いや、まだこれから公開なんですよ、来年。そうなんですよ、来年劇場公開して、今は情報が解禁されてクラウドファンディングして、そう、クラウドファンディングしてこう集めて、うん、で、上映、うん、そう、マシュマロマンってどっから来たの？どっから来たの？由来ゴーストバスターズ、ね、まあそうですね、キャラクター、あー、はい、まあ、あと演技が良かったみたいです。死と運がつく芸人さんは演技がいいっていうので相方が選びました。明石家さん、うんぱ、うん、島田氏、まあ、そうか、うん、ついてるね。あ、そういうのこともあるんだ。サンドイッチ、うん、ずっと。ああ、確かに。ダウンタウン。ダウンタウン。ダウンタウン。はい。よし、はい。はい。スターワールドチャンネル。はい、今週も最後は大喜利で終わりたいなと思います。今週のお題ですが、見えるかな。はい、たった一言で生徒指導の先生に目をつけられてください。はい、ちょっと今日のお題ちょっとツイッターに上げれてなかったんで、はい、ね、ツイキャスで聞いてくれてはる方もいます。今瞬間で考えていただきたい。先生に目をつけられてください、うんうん、たった一言で生徒指導の先生に目をつけられてくださいという、ね、大喜利お題です。はい、たった一言でね。もうね、お、あ、
よ。素晴らしい。じゃあ、いいですか、読んで。読んで。読みますね。はい。行きます。たった一言で生徒指導の先生に目をつけられてください。先生、その教え方間違ってると思うな。なるほど。喧嘩売ってる。はい。はい、行きます。村さん、はい、読んでいきます。これ大変なことだよ。たった一言で生徒指導の先生に目をつけられてください。朝原翔子の長男です。それちょっと笑っていいのか、笑っていいのか分かんない。難しいですよ。先生が一番ちょっとはい、行きます。行きますよ。行きますよ、シアターさん。たった一言で生徒指導の先生に目をつけられてください。ちょっと一服しない。うまい。たった一言で生徒指導の先生に目をつけられてください。俺の将来の夢、世界征服。武蔵さんから。可愛い、可愛いですけどね。可愛いこと言ってるだろうな。行きますか。じゃあ行きますか。じゃあ僕ですか。はい。はい。たった一言で生徒指導の先生に目をつけられてください。今から先生は僕の人質になってもらいます。ちょっと違った。あ、シャードさんいきますね。たった一言で生徒指導の先生に目をつけられてください。先生、ちょっとパン買ってきて。うまいの。うまい。うまい。微妙なライン。先生、10年やったのもうちょっとこう。じゃあ、行きます。はい、行きますね。たった一言で生徒指導の先生に目をつけられてください。昨日カスタネットを盗みました。あ、ツイキャスのコメントが来てます。武蔵さん、一緒に一服しながらお酒の飲み比べしようや。ひーふーみーさん、先生、ひー貸して。あシアターさんに似てます、うん、似てますね。似てますね。そういうタッチになってる、ね、うん、やっぱそう、そうか、うん、やっぱり最初の一服が面白かったね。面白かったですね。まあそろそろ、うん、か最後、最後どちらか締めていただきますか。締めていただきましょうか。それ10年がいくか。ベイナメさん、10年10年の全てを見せろ。10年で何とか分かりました。はい、じゃあ行きます。たった一言で生徒指導の先生に目をつけられてください。なるほど。パチャ。謝って。そうですね。実は僕、あの1週間後に誕生日なんですよ。ここでぶっ込む。あの近いな、私も。うん、12月生まれなのか。
私も12月生まれです。どこで何ぶっこんでる。来週出てほしかったですね。そうですね。そしたら誕生日の、ね、ちょっと早いですけど。おめでとうございます。YouTube を使って世界配信してる。どうするのか。あなたの誕生日に祝います。でもね、マシュマロマンさんのお二人にはね、今後SNS とか YouTube も何かしていただけたら嬉しいなと私は思っていますので、はい、思いつつ、はい、お二人のご活躍もこれから応援しておりますので、はい、頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、では、はい、はい、じゃあ締めさせていただきます。本日のゲストはサンミュージック所属マシュマロマンさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。さて、今週のスターワールドチャンネルも最後まで聞いてくれはりまして、ツイキャスでもたくさんのコメントありがとうございました。来週も土曜日5時からのスターワールドチャンネルよろしくお願いします。では皆さん、また来週、ほんま、おおきに。おおきに。